1>, 1月15日に都道府県対抗女子駅伝が行われますがエントリーメンバーの発表がありました名城大学の選手たちを今回の動画は紹介していきたいと思います大学駅伝、日本一の名城大学各都道府県地元チームで今度は敵としてそれぞれ戦うということでレギュラーとして活躍した選手はもちろん期待してるんですけれどもレギュラー外の選手たちもね私は期待しておりましてこういった大会大きな大会を1つのきっかけとしてね来シーズン レギュラーから外れた選手は大学駅伝を走る、そんなつもりでね、いいきっかけになるようなレースにしていただきたいなと思います。それでは早速紹介してまいります。1人目は4年生の山本優真選手。今シーズンは3000メートルで学生新記録、5000メートルでは日本人学生新記録をマークした山本優真選手。名城大学の歴代の選手はもちろんですけれども、大学歴代トップクラスの選手へと成長されました。5000メートルの記録を見ていても、実業団選手に勝ってもおかしくない、 もう日本をね代表する選手と成長されました。今回は実業団選手もね数多くエントリーされているということで非常に楽しみな選手だなというふうに思います。一、まあ、区、集団走もできる選手ですし中間走も強いということで何区に来てもおかしくない選手なんですけれどもぜひ日本を代表するような実業団選手に勝って区間賞の走りを期待したいなというふうに思います。今シーズン 5000m に関しましては日本人学生新記録をマークしたんですけれども学生記録 留学生を含めた記録で学生記録を更新できなかったわけですが、3月にもう1回だけ5000メートル走って学生記録を狙うということで非常に楽しみですね。まああのお正月もねしっかり休んでほしいとは思うんですけれども、えー、休む暇もなく。 新たな記録に挑戦するそんな山本由真選手に期待したいなというふうに思います続きまして宮崎県代表としてエントリーされました1年生の原田咲希選手を紹介させていただきます。今年1年大きく成長された原田咲希選手 高校時代はインターハイにも出場することができなかった選手ですけれども、5月に行われました東海インカレは1万メートルで優勝。9月の全日本インカレは1万メートルで準優勝。この時優勝したのが拓殖大学の不破セイラ選手ということで、不破選手は1万メートルの学生記録保持者、並びに日本歴代3位のね、とてつもない記録を持つ選手なんですけれども、そんな不破選手以外に全員に勝って全国大会準優勝ということで、高校時代本当にインターハイに出場できなかったのかと思うぐらいね、 高いポテンンシシャルを今シーズンは見せてくれましたただ、駅伝シーズンを振り返ると全日本、富士山女子駅伝この2つのレースでね走ることなく終えてしまったということでトラックはとても充実していた1年だったと思うんですけれども駅伝に関しましては非常に苦しい悔しいレース1年だったんじゃないか,のかなという,ふうに思います。 今回は都道府県対抗女子駅伝ということでチームメイトも敵となるわけですけれども、えー、チームメートを超える走り区間賞争いに期待したいなという,ふうに思いますし来年度こそは原田選手の走る姿大学駅伝で活躍する姿が見たいなと期待しております宮崎県代表原田咲紀選手皆ささん注目してください続きまして東京都代表3年生の増渕優香選手を紹介させていただきます。 来年度、名城大学のキャプテンの就任が決まっている増渕選手え。非常に駅伝力の高い選手でして、東日本女子駅伝も東京都の代表として走りまして、チームの優勝にも貢献。全日本大学女子駅伝では6区アンカーで区間新記録で優勝のゴールテープを切りました。富士山女子駅伝は4区で区間賞ということで、非常に駅伝のね、冷静さ、立ち回りのうまさが光る選手。 レース展開が、ね、非常に上手いですよねトラックよりも駅伝向きということで今回も、ね、多くのメンバーが戦う名城大学本当にチームメートが敵になるわけですけれどもかなり期待できるチームメートを倒すような走りに期待したいなというふうに思います、まあ、非常に落ち着いていてペースメイクもうまい選手ということでどういう組み立てをしてくれるのか非常に楽しみですし、えー、東京都はですね東日本女子駅伝優勝しておりまして今回も上位入賞候補の 一チーム、一つのチームでもありますので、増渕選手はそんなチームを引っ張る走り、期待したいなというふうに思います。まあ、スピード能力、スプリント能力というよりは、トータルでまとめるのがうまいのが、増渕選手ということで、しっかり走ってくれることを期待したいなと思います。続きまして、富山県代表としてエントリーされました、1年生のなぎら安住選手を紹介させていただきます。スピードランナーということで、1500メートル、東海学生記録を持つなぎら選手なんですけれども、非常にスピード持久力が長けてる選手ということで、 駅伝でで、ね、楽しみですよね全日本大学女子駅伝は出番がありませんでしたが富士山女子駅伝は1区で区間賞レースを完全に支配していたということで投げ浦選手、ね、駅伝でも走れそうなそんな雰囲気が漂うパフォーマンスを見せてくれました。 まあ得意なスピードを生かしていただいて長い距離も当然都道府県対抗女子であるんですけれども短い区間もね一般の選手実業団の選手走れますからそういった中でスピードを生かせる区間でしっかりぎら選手がね流れをつかんでくれるそんな走りに期待したいなというふうに思います続きまして広島県代表の2年生谷本七瀬選手を紹介させていただきます 谷本選手は今シーズン 5000m、1万 m でも結果を残しました。1万 m は32分台ということで大きく成長されましたし、大学生はもちろん実業団選手と戦えるぐらい長い距離も強くなったというふうに思います。トラックはもともと得意としておりまして、えー、昨年1年生ですね、大学1年生のシーズンは 3000m 障害、アンダー20の日本選手権でも優勝しておりますし、 まあ、3000m 障害でかなりいいタイムも出されているということで、トラック、集団層も得意としております。駅伝はとにかく短い区間、えー、前半型の区間をね、しっかり今までになってたんですけれども、富士山女子駅伝ではアンカー区間で区間賞も獲得されました。長い距離も単独走もいけることを証明してくれた谷本選手が、 今度は都道府県対抗女子駅伝で先輩そして実業団の選手たちと戦うということで、えー、まあ何区に来るか分かりませんけれども非常に楽しみな選手だなというふうに思います積極性もあるので前半区間に来れば実業団選手とバチバチやり合う姿も見たいですし後半特にアンカーといった長い距離を走るようでしたら、えー、1年間かけてきて、ね、積み重ねてきたそのスタミナを、ね、生かすような走りに期待したいなというふうに思います続きまして同じく2年生の ゴミ選手を紹介させていただきます。長野県代表のゴミ選手なんですけれども、今回長野,県長野県はね、優勝候補に名を上げるぐらい強くなりました。強いチームだと私は思っております。ゴミ選手の出身校は、昨年の年末、都道えー、全国高校駅伝でね、優勝初,初優勝を果たした長野東高校の選手たちが中心となっておりますので、ゴミ選手のね、活躍には期待したいなと思います。 いまいちね、ちょっと大学入ってから大きく成長する部分が見えないんですけれども、安定感のある走りというのは高校生の時から変わりはありませんので、しっかりね、駅伝は安定感のある走りが必要となってきますので、得意な分野を活かしていただきたいなというふうに思いますし、これからね、上級生になっていく上で一ついいきっかけになるような、そんな大会にしていただきたいなと思います。チームメート、そして目上の選手たちを倒す、そんなパフォーマンス、期待したいなというふうに思います。 続きまして兵庫県代表の1年生石松飛鳥選手を紹介させていただきます前回大会6区で区間賞大学生や実業団選手を抑えての区間賞ということで駅伝力の高さを見せてくれましたけれども大学入ってからも駅伝力の高,高さは変わりはありません10月に行われました全日本大学女子駅伝は2区で区間賞そして富士山女子駅伝は2区で区間4位と、ね、結果をそれぞれ残されました、まあ、非常に力があるここととをを証明してくれたことを え、石松選手はね、見せてくれたんじゃないかなというふうに思いますし、5000メートルは12月に15分台の自己ベストを出しているということで、かなり上り調子で、今回都道府県対抗上席でを迎えるのかなというふうに思います。まあトラックの持ちタイムもいいんですけれども、非常にロード駅伝に対するパワフルさっていうのは光ってる、そんな選手だと思いますから、まあ、同じチームメートのね、先輩たちとどう戦うか、 区間が被ったらそれこそね面白いのかなというふうに思いますかなりタフな選手パワフルな走りを見せてくれるのが石松選手兵庫県代表は田中希実選手をはじめ力のある選手を揃えてまいりましたので優勝に一つ期待したいなというふうに思います続きまして福島県代表の1年生小川原選手を紹介させていただきます、えー、高校3年生のアンダー20日本選手権 1500m で優勝しております全国制覇も成し遂げた小川原選手ですけれども福島県 学校石川高校ということで、出身地もね、非常に強いチームということで、そのね、学校石川高校がある福島県代表として今回地元に戻って、地元チームに貢献できる走り、一つきっかけしたになるといいなと思います。まあ、大学入ってからね、まあ走れてはいると思うんですけれども、思ったほどね、結果残せてないと正直思ってるんですよ。そういった中でこういう大会をきっかけにして、大きく羽ばたく選手、そんな風になっていただきたいなというふうに思います。小川原選手が、 地元チーム一ついいきっかけにして結果を残していただきたいそんなふうに思います。そして最後は宮城県代表の1年生米沢奈々香選手を紹介させていただきます。高校3年間宮城県仙台育英高校で過ごした、そして地元に戻ってどんな走りを見せてくれるか注目です。宮城県代表は昨年もね、結果を残しておりまして常に上位候補のチームなんですけれども、今回は仙台育英高校後輩の3年生杉森心根選手も最後の え、高校3年生、高校ラストイヤーということで、ぜひね、7個,個コンビで、えー、ぜひ日本一を掴んでいただきたいなというふうに思います。世代ナンバーワンプレイヤーの米沢選手、中学時代からこの世代トッププレイヤーの一人ということで、えー、本当にね、プライド持った走りを期待できるのではないかなというふうに期待しております。今シーズン前半は故障の影響でなかなか試合、結果残せなかったんですけれども、シーズン後半にかけてきっちり合わせてきまして、 全日本大学女子駅伝、富士山女子駅伝と区間賞も取りましたので、えー、非常にね、これからが楽しみな選手なのかなというふうに思いますけれども、将来は日の丸を背負うべく選手だと思いますけれども、都道府県対抗女子駅伝でね、その名をさらに全国に轟かせていただけたらなというふうに思います。期待しております。ということで、今回の動画は1月15日に都道府県対抗女子駅伝が行われますが、エントリー発表がありました名城大学の選手たちを紹介させていただきました。 えー、本当にね、強いメンバー、大学駅で日本一の大学だけあるなというふうに期待できるようなチームがね、揃っておりますけれども、そんな選手たち、えー、期待しております。以上